皆さん、今起きました。めっちゃ眠い。起きたくない。どうしよう。心拍まだありますね。今日は僕のメイクの過程を見せたいと思ってますけど、僕の新曲が発表できました。皆さんもしよかったらぜひ聴いてください。どんでもんでかったブランド。コタコンチカンナイカラハヤクイテ。さあ、終わりました。これからしますセーラームなんですけど、名前はシスタッペアでドクトジャックの製品なんですけど、おすすめされて使ってるものなんですけど、めっちゃいいなんです。これが本当の韓国人が使うなんか継承法というか、ゲットレディウィンみたいね。よかった。これはなんか緑茶の感じもあるし、わあ、なんかすごいだと思いますよ。そしてメイクアップをする時にももっとツルツルなります。あいこ、これは韓国のモデルさんがめっちゃ使ってるものなんです。いつもこれ使っています。有名なんですね。最近僕はね、結構肌とかなんかいろいろ監視興味ができて、わあ、なんか管理が大好きになったっていうか、マスクバッグも1週間にできれば3回ぐらいは絶対したいと思うし、やっぱり YouTuber をやるとなんか自分の顔をなんかカメラでずっと見るから、わあ、こんなにブサイクだったっていうか、なんかそんな感じがあって、なんか管理をすることになりますね。どう？次はこれなんですね。ピントアップアイセラムということで、目元溶化状価値なんです。結構いいです。僕はもともと使ってるのよりも効果がすぐ出るというか、でこれは普通にこうやります。僕はなんか目の下の部分が結構気になって、そしてここと、ここも芸能人はこれを全部使うんだって。なんか栄養がいろいろあるからね。今回の夏ってさ、結構短くなかった？僕はめっちゃ短いと思った。本当に簡単ですね。元気がいっぱいコタロ TV、 可愛くないけれど高テンション、浮かれる時コタロ TV、 元気パワーコタロ、ニコニコゴコタロ、チョーコタちゃん、踊れ踊れ、ニコニコゴコタロ、チョーカチャカチャ、ニコニコゴコタロ。